西スラブ地域における、ポラン族9.10世紀、ポリアーネ族は8世紀に、グレーター・ポーランド地域のバルタガー流域に住んでいた、西スラブ人のことであった。レヒト諸語グループに属する。ポーランズとはコスラブ語で、平野や平原を意味する、ポルジーに由来する。パレインズやパレイニオンズと表記される場合もある。ポラン族は9世紀に、いくつかある西スラブの集団を統合してペアスト朝に、 導かれ、ポラン族の由来である、ポーランド王国へと発展した。初期のポラン族の統治者は、ポピエルやクルマダイクのピャストの名前で言及される。歴史的な統治者として、カトリック教会の記録に所出するのは、ミエシコ一世で、これは、ピャスト朝五代目の君主である。彼は、マソビアを吸収、シレジアとマオポルスカ地方にあるビスワ族の土地を征服することで、 ポーランドの領地を拡大した。書籍打合メイユデックスにミエシコの君主はキビータスシネースゲであり、国はオーデル川、ルーシ、マオポルスカ、バルト海のあたりまで拡大したと称されている。さらなる詳細はポーランド前史やピャスト長期のポーランドの歴史に書かれている。考古学では初期のポラン族の国の元となった4つの主要な取り出や町を挙げている。 西ポラン族は後にキエフ公国に住んでロシアで主な役割を果たしたポリアーネ族とは区別されている。ありがとうございます。